はいどうも、こんにちは、こんばんは、せつらです。はい、今回はですね、蜂の食、パート2の方をやっていきたいと思います。はい、で、早速アイテムがね、ありましたね。ん？ああ、リネン室。布団とかが置いてあるとこですね。布団でも取るんかい？霊力のかけらを5個手に入れた。はい。よし。いいじゃないですか。リネン室広いな。お！ほおずき人形。ゲッチュー。今日もいい感じに座ってるね。調べる。浴槽のようだ。タイルは黒ず、タイルはカビで黒ずみ。中にはゴミのようなものが捨てられている。なんで浴槽にゴミ捨ててんのよ。何があった？だから、布。布、おい。腹立つなぁ。もうちょっとね、片付けてから行きなさいよ。ほんとに。リネン室は清潔に保たないとダメだよ、ほんとにもう。なんだよ、もう。お！どっかしらに、ほおずき人形がいるぞ。いたー。あ、ウィーリモコンが。よいしょー。イエー。ちょっと今日、ほうちゃん祭りじゃん。お、めっけ。え、マジこれ、ベッドの下怖い。腕来てもおかしくないよ。なんで来ないかな。患者の手記。昨日のことです。大量の黒い虫が体の中をゆっくりと這い回る苦しさに、あえいでいるとふと月が見えました。なんて読むのこれ。闇に光が差す嬉しさに手を伸ばした。ところで気がつきました。私は屋上にいて、手すりを乗り越える寸前だったのです。あと一歩踏み出せば死んでいた。そんなことが分かっても不思議と恐怖心はありませんでした。満月の夜には何もかもが許される気がします。たとえ愛する人を殺しても、閉めてもでもいいかな。たとえ愛する人を閉めても、自分が死を選んでも、すべてが月の光の下で許され、次の日には何事もない。そんな気がします。だから満月の夜には外に出たくありません。次に出れば間違いなく月に好かれます。ん？でいいのかな。海に映った月に入りたくなる。屋上から見える月に手を伸ばし、掴みたくなる。私が知るだけで3人の患者が満月の晩に屋上から身を投げました。私も彼らの後を追うことになるのでしょうか。なんちゅう、怖い。てかね、なんか、あれみたい。富士急にあるお化け屋敷みたい。ここなんかあれしたらいいんじゃないですか。富士急のお化け屋敷でゼロとコラボレーションしてみたり。126号室初めて来たぞ。そんなとこ悪し。ゼロとコラボレーションしたらいいんじゃないですか。射影機持って。
なんか、ほおずき人形を探しに行くみたいな。ん？ベッドの上には薬品の容器が散乱している。周辺には薬品のものらしき匂いが漂っている。いつこぼした薬品なんだよ。おう！ほおずき人形が座ってるよ。出せなかった手紙の断片。この島には麻生国彦博士という明治の科学者がやってきたという記録がある。異界との交信のために様々な発明をしたらしいが、効果のほどは怪しいものだ。現在では麻生国彦の発明は疑似科学として全く認められていない。麻生氏の文献を紐解くと、この島の仮面についての記述も多い。仮面についての考察は断片的だし、突破なところもあるが大胆で興味深い。麻生氏の考察によると、この島の仮面は被った者の精神に影響を与えるために作られたというのだ。例えば笑った顔の男を見ると楽しくなる。人間は見た者に同化する性質がある。麻生氏は感情が映るという表情を使っている。この島の仮面はその精妙な技によって見た人間の感情をコントロールするためのものなのではないかというのだ。なの、月が内面を表すと同様、面も一つの精神状態を表しているということだろう。麻生氏は笛も吹いたことのない少女が仮面をかぶった途端笛を吹き始めたのを見た。仮面は顔の無表情の特定の部分を刺激するのか、もしくは何らかの記憶用、記録媒体のような役割もあるのではないかとしている。仮面が記憶媒体という話は刺激的だ。麻生氏はさらに考察を進め、仮面によって体験を共有している。今でいう無線のようなものなのかなどと書いている。体験共有の究極は死の体験の共有であるというところまで来るとさすがについていけないが、十分に楽しめた。麻生氏はこの島の仮面の塗料や技術を使って遮影機の木違くね？帰るんだってるけど違うでしょこれ、制作ミス？遮影機の部品作り、取り付け、フィルムを作るヒントを得たとしている。ほら、遮影機って戻ってんもん。遮影機は麻生記念室に置いてあるが、本当に文献にあるような力があるのなら、ぜひ見てみたいものだ。いやー、現在持ってんすけど。よし。現にね、人形の呪いとか解いてるからね。ちょっと待ってよ、これ。これちょっと待ってよ。めっちゃ見てんだけど。めっちゃ見てんだけど、これ、いけってこと？何これ？どうすんの？開くのこれ。バカなんじゃないの本当にさ。まあ、来るなら来いよ。顔がわからねえし、この人。うわー、ビビったそうだよ、二人いるじゃん。待って、横にもいる。うわー、怖いよー。
待って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 、あー怖い怖い怖いよ怖いよ怖いよ、いろいろ怖いよ、待って待って待って、お兄さんが来る、お兄さんが来る、お兄さんが来る、危ない、だからバカなんじゃないの本当に。お浸水しかないじゃん。もうちょっと耐えられるかな、もうちょっと耐えれるか、あっぶねえ、消えるなよ、よっしゃ、オッケー、あとはお前だけか、え、なんでやねん、フェイタルフレームしたじゃん、あーもう全方向とかめんどくさいの来たよ、怖いわ、え、だからなんで消えるかな、このお兄さんある意味強えぞ、もうバカなんじゃないの本当に。でこの奥は何もないのね、なんだよもう、なんでここ入ってきたんだよ、何のために入ってきたんだよ、さあ治療の時間だ、岬を導く、あ、ま、岬を招く院長、さあ治療の時間だベイベー、行こうぜ、あ、何、なんとかの広場、なんとかの広場、え、ま、うま、お、またほおずき人形サウンドが、え、どこだ、いたー、ゴミ箱に捨てられてる、はい、いやーそれはあかんぜ、なんでゴミ箱にいるのよ君、岬の時だけなんかこういうなんか変なアングルなんだよな、おお、あ、取れてない、あ、ここ繋がってたんだ、あ、てか院長まだ消えてなかったんだ、取ればよかったじゃん、あー、そういえば、あー、診察、診察室へ向かう院長、
新作はどうなんですかね。こういうゼロも結構このスカートの揺れ方とか結構リアルですけどね。新作はどうなんですかね。あ、あとなんか走り方が豪快でした。あのなんかムービー見たら小塚田優里さんでしたっけね。走り方がね豪快でしたね。ムービー見たんですけど、走り方がね豪快でしたね。しかもなんか今回はなんかオープンフィールド？オープンフィールドみたいな感じで、なんかあれみたいですよね。こう月はみとはまた別で、なんかこう外をなんか探索する感じですかね。で時折なんか家屋の方に入って探索するみたいな、なんかそういう感じみたいですね。なんか記者の人ですかね、なんかサイトのまとめみたいなの見たんですけど、まあなんかね肝なめし、奥へ歩く院長、まああのなんか肝なめしみたいな感じとか言ってましたね。まあ多分外なんで多分肝試しみたいな感じなんじゃないですかね。まあなんかね私的にはねあれなんですけど、やっぱねこう和風の家をね探索するのも、あ、取れてね、取れてね、あーやっぱね和風の家を探索するやつがねいいと思いますね。あの真紅の蝶はプレイしたことあるんですけど、真紅の蝶は結構良かったですね。あの家の中ずっと回ってる感じが、ここシンクの蝶は良かった。うえ、何これ、窓から覗く目、怖いわ。何覗いてんの。なんかねあれですよね、90式フィルム。シンクの蝶は良かったです。とにかく和風の家だったんでね。10個手に入れた。よしよし、よし、よし。アイテムいっぱいあるな。麻生美咲に、私のカルテ。麻生美咲、7歳。3105室、カミサリ月。月遊病はある程度。改善の見通しが現れてきたものの、患者の霊媒体質との合併により想像以上に治療が困難である。血友病の中でも深刻な症例であり、前例特別管理室の患者を見る限り悪化を食い止める効果的手段は見つかっていない。治療方針の明確化が急務である。早く見つけてやれや。まあ、こうして生きてるけどね。これ押した意味あったのかな。 あったんだ。てか押さないといけないのか。あ、押さないといけないやつだったんだ。よかったんだ、調べて。ここ張さんしか行ったことないもんね。張さんはなんかここでムカついてたから。ん？は？とか言って。
なんかブチ切れてましたからね。うわ、うわ、足近い、足近い、画面、うん。何も考えなくて。院長と美咲、え、美咲ここ来てたの？今、うわー、うわー、逃げろー。今画面全体がなんか足で埋まってたけどね。え？なんだろう、 V 系のお姉さん、おー怖いな、なんだ V 系のお姉さんがもうここは嫌っつってんのかな。よいしょー、え？今フェイタルフレームなんなかった？来たでしょ、これは来た。壁に刺さるんだよな。4枚しかない、買いたいな。あ、そしてそうだ、回復アイテムもないんだ。もうここは、いやー、あ、やべ、ミスった。やらかした、一枚無駄にした。怖い、これ絶対 V 系でしょ。近っ、あれ、ほおずき人形、近いんだよな。うわ、ビビった。急に飛び出してくんなよ、近いしさ。やべえ、なんか解除しちゃった。やべえやべえ、なんか解除しちゃったよカメラ。でもしょうがないな、使うよもうしょうがねえから。よし、よし来い、もうダメージ食らわねえぞ。どんだけここ嫌なんだよ。いた、やったー。いろいろとかわいそうだけど、ほらまた美咲ちゃん疲れてるよ。お、アイテム量産中です。美咲のカルテー、はい、キライゴの中断から1週間が経過しました。外的な衝撃をなるべく与えず、月影の井戸にて月の光を浴びせた結果、奏たちの容態は安定してきた。
ただしこれは極めて不安定な状態で、薄い皮一枚でつながっているようなものだ。何か小さなきっかけで容態は急変する。精神崩壊によるショック死、最悪の場合は咲くこともあり得るだろう。きっかけが何かはわからない。音、匂い、言葉、月の満ち欠け、まだわからない点も多い。しかし、キライゴ以前のこと、そしてキライゴのことを思い出すことは、そのきっかけになってしまう可能性が高い。観察途中に、私の方に手を当て、撫でるような動作を繰り返すことがある。完全に記憶が焼却されているわけではないようだ。わー、わー、待って振り返る少女。髪なびいてるね。いいね。これ、撮ったっけ？撮ってないよね。よいしょー。はい。よいしょ、よいしょ。これで最後かな。久々に腕は来ないんだよな。強化レンズゼロ。おー、強化レンズゼロ。あれ、なんか即ってのも拾ってるよ俺。除霊能力の高い特殊撮影を行うことができます。いいじゃん、いいじゃん。ゼロ。もうゼロで生きていけるよ。ちょっとゼロにしようか。ゼロにしよう。だから、このアングル近いんだよ。あう。黒いの少女。奥へ進む少女。少女じゃねえけどな。うわ！やめてくれ！こっちがやめてくれよ、ほんと。怖いわ。てかね、なんでね、こんな危ない島に来てんのにさ、こんな薄手のさ、何これ、キャミソールっていうの？キャミソール、いや、ワンピース？スカートの丈の短いワンピースにさ、こんな、あー、なんかこの羽織ってるやつ？連れられていく、岬。この、薄いさ、透明なやつ。ああ、だからさ。待て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 、落ち着け、お前ら落ち着け、一旦落ち着け。いやー、待て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 、危ねえよこの女の人。
よっしゃいいねいい感じ。あーバーロー、うん、どうしよう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 どう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 しよう、あかん、来るんじゃないよ変態が、やべ変態がいっぱいいる、ほんと変態だな、ほんともう変態がいっぱい、なんでこうダメージ与えられないの最後。はあ、また全方向とかめんどくさいな。どこですか、いたぞ、そっちか、やべ、あっぶねあっぶねあっぶね、あっふ、あっつ、こいつらと戦うとあっつ。月影の井戸なんて読むんだろうこれ、縁起こし、縁起、地下深き修練の道、大道にて修練を告げし者、月影の井戸にて己が恩礼をその身に戻すべし、大道の修練は自我を忘れ魂の形を悟るものなり、故に己の恩礼戻らぬままうつせみとなり、え、うつせみとなるものあり、うつせみのまま修正のもとに戻らば咲くことあり、恩礼を導くは月明かり、え、月月光なり、月影の井戸は月光をなんとか得る恩礼、井戸なり、うつせみの者、我を失いし者、月影の井戸にて月光を、浴びるべしってことですかね。さすれば、我、失いし者、再び戻らん。お？ごめん、俺ちょっと古文わかんねえ。そうだ、あの日。あ、おい！何も考えなくていい。何も。あの日、私はここに連れてこられたんだ。ようやく思い出したか。大切な何かを置いてきた、探さないと、大切な人、戻らないと。うわぁ、なんか鳥肌がやべえ、鳥肌がやべえ、いるよ。え、何？この人はいい人なの？悪い人なの？ずっと一緒にいた人でしょ？
何これ、大丈夫、頼っていいのか。え、おお、帰ってきたの、帰ってきたの、老月と。待って待って待って、行ってはいけない。え、どっち、行っていいの、行って、え、じゃあ、え、何、帰る帰る帰る、ずっと待ってる、何、ずっと待ってる、何これ、なんかシンクの蝶みたいなんだけど走れないし、しかも取れる、どこかへ向かう少女、おう、生きてるのか、初めて来たな、え、外、いや違うな、洞窟か、初めて来たぞ、てかすごいな、どう作ったんだ、今暗黒の世界だったんだけど、そっち側、すげえなこれ、あ、しまっちった、すげえ作り込まれてるわ、オープン、よーし、おお、何、相撲場、あ、ここで踊ってたんだっけ、ん、あ、ムービー入っちゃった、見ようと思ってたのに、おい、ほん、うつろな目してるわ。これ、灰原。イケメンだな、おい。嫌いもの、奏でとなるんだ。あれ、サクヤさん？これ咲夜？え？待って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 。いや待って待って待って。戦闘か？戦闘だー。やばい。これは、なんか踊ってたよ、待ってた、よし、来た、よし、あれ、黒井の少女に変わった、なんで戦ったんだよ、ほんと美咲ちゃんにそっくりだな、あ、うん、黒井の少女、そうだ、そうだったんだ、ミヤ、ミヤ、やっぱ、その子の名前は
サクヤよ。サクヤ？そう、私。うん、今日からミサキ。やっぱりミヤにしましょう。うん。この子はあなた、大切にしてね。なるほどね。やっぱ咲夜さんからもらったんだ。なんか、あればきっと私みたいにならずに済むから。なんか感動だわ。これが具現化したのか。あれ、咲夜さん。いや待てよ、え、ミサ、え、え、ミサキは、え、サクヤに殺されたの、え、全くわかんねえ。はぁ、はい、やべえ、全くわかんねえんだけど。ではセーブしますを、しますを、セーブします。はい、なんでしょう、これはもう美咲ちゃんまで死んでしまったってことですかね。まあまあわかるでしょう、まだまだ先はありますから。はい、ではですね、今回はここまでにしたいと思います。もしよろしければ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では失礼いたします。じゃあねー。